ナンバーアンダーライン愛福井ライブで平野翔が最後に見せたある行動にファン号泣。平野翔のありがとうとハートにファン感類。ファン大興奮の神瀬せ &MC。メンバーの仲良しエピソードも。ナンバーアンダーライン愛のライブツアーが開催された10月27日、福井の地で多くのファンが集まりました。この日はただのライブ公演ではなく、特別な思いが詰まった舞台となりました。 会場はファンたちの愛と期待が満ち溢れ、登場を待つ一人一人の胸には緊張とワクワクが交差していました。神宮寺雄太、岩裕太、平野翔という3人がステージに現れた瞬間、歓声と拍手が一斉に上がり、会場はまるで祭りのような熱気に包まれました。特に注目を集めたのは、それぞれがファンへの感謝を込めた別れの挨拶を交わす場面でした。平野翔が深くお辞儀をし、その後、 心からの、ありがとうを込めた感謝の気持ちで満たされた彼の姿は、ファンの胸に強く刻まれました。三人がステージを去ろうとしたその瞬間、平野は急に振り返り、片手でハートの形を作りファンに向けて示しました。その瞬間、まるで一つの美しい映画のシーンのように、会場のファン全員が胸の内で歓喜し、涙を流した人も少なくなかったようです。この小さなジェスチャーが、 彼らの絆と愛情の深さを何よりも物語っていました。ファンたちは、この日この瞬間、3人の心からの献身と、舞台に捧げられた努力の全てを全身で感じ、応援することができました。ライブでは、騎士がステージから i l ワイズ、ファンの愛称に手を振りながら、優しい笑顔で歌ってくれました。これを見たファンたちは、彼の思いやりとファンに対する愛を感じ、 感謝の気持ちを伝えたいという思いが募ったといいます。福井2日目の公演もファンにとって忘れられない日となりました。会場には若いファンから中年のファンまで幅広い年齢層が集まっており、それぞれが自分なりのナンバーアンダーライン愛の思い出とともにこの瞬間を楽しんでいました。ライブ中、ショーが歌った「透明になりたい」は彼の魂が震えるようなパフォーマンスがファンの心を直撃し、 まるで夢の中にいるかのような気持ちにさせられたと言います。ファンの一人は、この世のものとは思えないほど美しかった、とその感動を語り、彼の歌声がいかに心に響いたかを伝えています。また別のファンは、こんな素晴らしい瞬間に立ち会えたことが、人生で一番の幸せだった、と、ライブ後もその余韻に浸り続けたようです。ライブ後、車で帰路に着いたファンが、ナンバーワンを聴きながら、 涙が溢れ出てしまったことを SNS に投稿し、それが多くのファンに共感を呼びました。ライブでの彼らの歌声、表情、パフォーマンスが、まるでその空間にもう一度引き戻されたかのように思い出され、心の金銭に触れた瞬間だったのです。彼らのステージでの姿は、ファン一人一人の心に刻まれ、彼らの存在の大切さを再認識する機会ともなりました。そして、次にまた会えるその日まで、 日々を大切に生きていこうと多くのファンが決意を新たにしました。福井での昼公演と夜の部の最後のパフォーマンスでは、3人の姿がキラキラと輝き、まるで永遠に残る一枚の絵画のようでした。ファンの間には、ナンバーアンダーライン愛は最高だった、キラキラとした彼らの姿を目の当たりにできて幸せだ、との感想が広がり、参加できなかったファンたちも SNS を通じてその感動を共有することができました。また 年齢層に幅があることで、若いファンだけでなく、年上のファンがいることもその場の温かい雰囲気をさらに盛り上げ、老若男女問わず応援する気持ちを共有できる素晴らしいライブだったと多くの人が感じました。会場となった福井のサンドームでは、立ち見の観客もその場の雰囲気を楽しむことができ、他の大きな会場と違い、どこにいても視界が開けており見やすいと多くのファンが評判を語っています。また、 MC では福井の特産品や地元の話題にも触れ、ファンとの距離がさらに縮まった瞬間でした。ライブだけでなく、地元の美味しい食事や観光を楽しんだというファンも多く、ナンバーアンダーライン愛のツアーが福井の町にもポジティブな影響を与えました。地元の方々も、ナンバーアンダーライン愛のファンを温かく迎え、道行くファンにレストランを教えたり、お店の予約を手伝ってくれたりと。 温かい人情がファンにとっても嬉しい経験になりました。観客の一人が、まるで地元の人々がナンバーアンダーラインアイファンのために手を差し伸べてくれているかのようだったと語り、ライブを超えた福井での経験が素晴らしい思い出となったことがうかがえます。さらに、ファンが撮影した動画や写真が SNS 上に数多く投稿され、それが拡散されるのではなく、辛い時や大変な時に見返して元気をもらいたいという思いから、 自分だけの宝物として大切に保管されるという姿勢も、多くのファンの間で共感を呼びました。ナンバーアンダーライン愛が愛されている理由は、彼らの優しさと、ファンを大切に思う姿勢が伝わってくるからだと言います。ファンの一人は、騎士がパフォーマンス中にバナナのようなユニークな姿で会場を笑わせ、普段は面白キャラなのに、歌声になると真剣で美しい声を響かせる彼の二面性に驚かされたと語ります。 まさに、彼らはアイドルとしてもアーティストとしても、一人の魅力的な男性としても完璧で、ジャンルを超えてファンの心を引きつけているのです。また、ライブが終わった後も多くのファンが彼らへの、ありがとうを伝え、次に会えるその日を心待ちにしながら、自分なりに大切に生きていこうと決意したといいます。彼らに恥じないようにと、自分も頑張りたいという気持ちがファンの中で芽生え、 ナンバーアンダーライン愛の存在がただのエンターテインメント以上の意味を持つことが改めて実感されました。そして、このライブが人々にとってどれほどの影響を与えたのか、その愛と感動が長く語り継がれることでしょう。福井での公演を経て、次は兵庫でのライブが予定されています。ファンたちは、新たな思い出を作るために心待ちにしています。兵庫でのライブは、 福井公演を経てさらに高まった期待感の中で行われることでしょう。ファンたちは、福井での特別な瞬間を心に刻みながら、新しい思い出を作るために兵庫公演にも足を運びます。彼らの期待には、ただのパフォーマンス以上のものが込められており、それは一瞬の感動だけでなく、未来への活力や希望につながる大切な時間だからです。3人がステージ上で見せる一瞬一瞬が、ファンにとっては日常の支えとなり、 日々の困難や挑戦を乗り越えるための励みになっています。ファンがその愛情を深めるたびに、彼らもまたその思いを受け止め、感謝の気持ちを込めて全力のパフォーマンスを見せてくれるのです。兵庫公演では、さらに多くのファンが彼らに再会し、感謝を伝えるために集まると予想されます。特に地方からのファンにとっては、こうしたライブツアーが彼らと直接触れ合える貴重な機会であり、 ファン同士のの交流も楽しみの一つです。会場周辺では、ファンたちがライブ後に感想を語り合ったり、一緒に思い出を語る姿が見られるでしょう。時には、彼らに向けて感謝のメッセージを集めるファン主催のイベントや、ライブ記念のグッズを交換する小さな集まりも開かれることがあり、それがファン同士の絆をさらに深める場にもなります。ライブツアーの終盤に向けて、彼らのスケジュールはますます過密になりますが、 それでも彼らは一公演一公演を大切に、ファンとの時間をかみしめながら進んでいくでしょう。兵庫での公演が終わる頃、彼らはまた一つ新しい感動をファンに届け、次なる目的地へと向かう準備を整えているに違いありません。そして、このツアーを通して彼らの成長を目にするファンたちも、共に歩んでいることへの誇りと充実感をかみしめ、次のライブに向けて期待を膨らませるのです。 全国各地を回る彼らのツアーが単なる音楽イベントではなくファンとアイドルが共に育み合う旅路であることがここまでのツアーで証明されました。そして3人のパフォーマンスの一つ一つが彼ら自身の情熱と努力の証でありファンにとって何よりも心の糧となっています。これから迎える兵庫さらにその先の公演地でも彼らはファンの期待を超える瞬間を演出し新しい絆を深めることでしょう。